はい、まあ今日のスピード練習は、奇数は、ドリルで行ってもらってます。ドリルとか、まあ、フォームですよね。でこれは、自分がね、次ね、18.5m の、ダッシュをしていくので、でその時にね、自分でなんかここを意識してダッシュするというポイントをね、まあ、1つか2つ、ね、いいんで、それを決めてもらって、でそれが生きるためのちょっとドリルをね、するように指示してもらってますね。まあ、ああいう感じで、大きく手をね、タッチしていくね、ああいうドリルとかであれば、まあ、ダッシュした時もね、泳ぎが小さくならんようにね、そう、暗示をかけることもできるので、まあ、そういった感じでやったりとか、こういったキックだけね、まあ、水上キックで、ダッシュの時にしっかりキックを入れるんやというね、そういう意識持ってやってもらって、ほんで、ダッシュの時にしっかりそれを生かすとかね、そういうような感じでちょっとやってもらってます。まあ、開けて、まあ、この定番ですよね。2回キック打ってもらって、1回定格ドリルね。で、これで、まあ、タイミングですよね。はい。それをしっかり掴んでもらうとか、バックね、グッとね、グッと水のね、上に手を上げてね。で、これで、まあ、こう、ちょっとローリングするんですけど、その時のキックがしっかり入るように、まあ、ちょっとやっていくとかね。まあ、そういった感じで、ちょっとテーマを自分なりに決めてもらって、やってもらってます。はい。で、これは僕は指示してないんで、まあ、おのおのね、これを注意しようっていう点で、それをしっかりとね、意識してもらうというようなね、感じで、ちょっとやってもらってます。はい。まあ、これもタッチですよね。3点タッチね。はい。まあ、太ももをね、ほんで脇のところね。はい。このタッチとか、まあ、片手クロールとかね。はい、で片手クロールを伸ばした手よりも遠いところに、ね、手をね、入水していくっていうのがやっぱりポイントになると思うんで、はい、その辺をちょっと意識してもらったりとかね、はいはい、ちょっとダッシュ移していきます。でこれを50秒サークルで今8本ねちょっといってもらってます。はい、はい、でこれはもう試合のように全力でねしっかり行ってもらうといいと思うんで、さっきのドリルがちゃんと生きてこれるようにね、まあさっきのバックのドリルやっていきなりクロールになるとかそういうのはないようにね、それは指示してるんで、はい、特に、まあ、ちょっとアップ直後に1本ダッシュするんですけど、うちのチームね。その時には、ちょっとなんか今日は、泳ぎ髪がちょっと硬いかなとか、ちょっとちょっと調子悪いかなという時は、こういった感じで、次のダッシュ練習の時は、ドリルと、ダッシュのね、交互に繰り返すというやつで、もう一回ちょっと泳ぎを作ってもらうというようなね、はい、そういうスタイルを取ってます。まあ、こうやっていくとドリルが生きてくるんでね、実際取り組んでるドリルがねダッシュに生かしやすくなるんで、はい、そういった感じでやってます。はい、これラストかな。はいはい、でダッシュしてるときに、まあ、こっち側はこういうドリルとかであればね、接触するのも少なくなって、泳ぎが大きくダッシュできるんで、これ、ダッシュ、ダッシュとかやったら、手ぶつかることを、やっぱりちょっと、無意識的にもやっぱり怖がるので、ね、そうなると泳ぎが小さくなるんでね、まあ、人間の脳的にやっぱり危険を察知して、ね、なるので、まあ、こういった形で、息しなはね、
そういうあまり接触しないようなそういうものを選んでもらって、で偶数はあのダッシュしやすいように、ね、そういう環境作りもちょっとやってるので、ね、大勢で練習するときはこういった練習もちょっと参考にしてください。はい、以上です。切ります。